秋田県立女子医学専門学校は、1945年に設立された公立の旧生医学専門学校。第二次世界大戦後の GHQ による審査で B 級と判定された上に校舎を消失し、1947年に廃校となった。第二次世界大戦当時、秋田県には多くの無意村が存在し、さらに戦争勃発により、医師の確保が困難になっていた。 そこで、秋田県会は1942年12月1943年12月の二度に、渡って、遺線設置を求める意見書を国に提出したが、官立遺線の設置は実現しなかった。1945年1月、旧安広忠知事は、県立での女子遺線設置案を県会に提示し、可決された。秋田県立女子遺線の創立から廃止まで、 秋田市亀の邸東都市町にあった秋田市立、秋田商業学校の旧校舎を使用した。奈良山校舎は1947年4月の火災で全焼した。現在、跡地は奈良山緑地となっている。市立小泉病院、秋田医療組合病院、県立教員養成所付属病院を付属委員とした。女子医選の廃止後、旧付属委員は、 秋田県立病院となった。1952年12月、秋田県は国立秋田病院を買収して県立第三病院とし、1954年7月に第一院第二院第三病院を統合して秋田県立中央病院を設立した。奈良山病棟は1958年3月、堀端病棟は1961年12月に、 廃止され、病棟は、旧第三病院に統一された。1970年4月、秋田大学に医学部が設置された際、秋田県立中央病院は大洋付属病院となった。翌1971年4月には、正式に国に移管され、秋田大学医学部付属病院となった。千秋久保田町の敷地は境外で建物も老朽化したため、 1976年9月、秋田大学医学部附属病院は、秋田市本堂の現在地に移転した。秋田県教育市、第六巻通社編、通8 2 6ページ。小泉病院遠隔による。2011年8月6日閲覧。秋田組合総合病院遠隔による。2011年8月6日閲覧。ありがとうございます。